はい、どうもこんにちは、しんいちです。今日もですね、やっていきたいと思います。今日はですね、ブレイク文とコンティニュー文ということで、制御構文ですね、今までフォー文とかイフ文とか、ホワイル文、リピートホワイル文などやってきましたけれども、その中でもちょっとまあ特殊というかですね、それらを便利にですね、扱うことができるようになる、2つの構文を扱っていきたいと思います。中身自体はですね、非常に短いんですが、これ、まあ、使いこなすには少し慣れが必要かなというところで、練習問題の方ですね、3問ほど用意しましたので、そこでですね、実践していただいて、慣れていただければいいかなというふうに思っております。はい、ということで、早速行ってみたいと思います。はい、ブレイク文ですね、中身になります、繰り返しなどのですね、制御構文内でですね、ある条件を満たしたときその構文を中断するときに用います。この中断というのがポイントですね。何かですね、繰り返しをしているときに例えば、状況がこうなったからもうここで繰り返しいらないやって中断をしたいときにこのブレイク文を用いますということです。これ例ですね。この例ではですね、今、サイコロをですね、投げることを想定しています。このピップスというのですね、このサイコロの目投げて、これランダムなので1から6までの目を表した定数をこの4文の中ですね、定義しています。じゃあ何回サイコロを投げるのかというと、まあ、1から20なので20回投げています。で、サイコロの目、出た目を表示して、もしですね、サイコロの目が6だったらプリント6が出たので中断という形でですね、出力をしてブレイクすると。じゃあこれどうなるかというと、まあ繰り返されますね。で、ここでサイコロ振られる。例えば最初1が出て、次3が出て、次2が出て、ざーっと繰り返されてくるんですね。で、この20回までのところどっかでこの PIPSピップスが6になったらこの if 文該当するわけですね。該当して、例えば今これ i がですね15の時に、ピップスが6になったとします。初めて6になったとします。その時6が出たのに中断という、この文字列がですねコンソールに出力をされてブレイクが実行されます。このブレイクが実行されるとどうなるかというと、この for 文の処理を抜けてしまいます。ということで、これ以降この for 文はですね、処理をされずにストンと下のですね、処理に移るというような処理になっています。はい。まあ、これだけだとちょっとやっぱ分かりづらいところもあると思うんですけど、まあ、ちょっと今ですね、説明から、どんな動きになるかというのをご自身ですね、また想像をしてみてください。はい。ということで、続いてですね、コンティニュー文に行きたいと思います。はい、コンティニュー文の解説です。コンティニュー文ですね、繰り返しなどの構文内でコンティニューを使うとですね、そのコンティニュー以降の処理がスキップ、ここが大事ですね。ここですね。よいしょ。はい、スキップされ、次の繰り返しの処理に移行するというような内容になっています。具体例です。バー i イコール0、ホワイル i 小なり20。i プラスイコール1、if i%3 not イコール0で、コンティニューで、プリント、バックスペース、あ、バックスペースじゃないです。バックスラッシュ i は、3の倍数です。で、括弧閉じって形ですね。これどのような処理になっているかというと、3の倍数の時だけ、この i は3の倍数です。まあ、つまりですね、3、6、9といったような数字が出力されていくような形になっています。はい、これも後でですね、復習と実践でやっていきたいと思います。ポイントですね、ここのコンティニューが書いてあるんですね。i どんどんこう順繰りに増えていくんですが、i ですね、i をですね、3で割った余りが0じゃないとき、コンティニューということで、ここ以降、コンティニュー以降がスキップされます。以降の処理がスキップされ、次の繰り返しの処理に移行するということなんで、これ i ですね、i がですね、3の倍数でなかったら、コンティニューが実行されますので、ここ以降がスキップされて、次、i プラスイコール1が実行される形なんですね。まあ、つまり、ここが評価されますが、そういった形で、実行されて繰り返しが行われるというような形ですね。もちろん、これコンティニュー使わなくてもできる、処理ではあるんですが、この、今回ですね、ご紹介したブレイク文とコンティニュー文というのは、非常にですね、使いどころによって強力ですので、まあ、確実にですね、覚えていただきたいものでもあります。
はい、ということで、前半の解説は以上となります。まあ、今回ちょっと短かったですけどね。はい、それではですね、プレイグラウンドの方行っていきたいと思います。はい、それではですね、復習と実践ということでやっていきます。今回扱ったのはですね、ブレイクとコンティニューです。ブレイク文です。ブレイク文はですね、繰り返しなどの制御構文中である条件を満たした際ですね、その繰り返しの処理を中断して次の処理に移りたい時などに用いますと。使い方はですね、for文や for while文の中でブレイクと書くだけですと。ただしですね、そのまま書いてしまってはですね、必ずその以降ですね、処理が中断してしまうことになりますので、通常はですね、if 文などと組み合わせて用いられることが一般的です。はい、ということで、先ほどやった例ですね、もう少し、プリン細かくですね書いていきたいと思います。サイコロを20回投げますと。6の目が出たら、はい、まあ、このような形で書いていただいてですね、 for i in1から20ですね。はい、で、let pips int random in 1から6。これで、まあ、サイコロ振れる形ですね。乱数をこれで取得できます。はい、で、プリントスペース i ですね。はい、このような形で書いていただいて、感じですかね。サイコロの目は負でしたと。はい、この形で書きますと、何回目投げたのかと、サイコロの目がその際何だったのかということをこれで知ることができますね。はい、それから if これがですね、6だった時にプリント目が6なので処理を中断しますと、ふうにしますね。プリントで、ちょっと分かりやすくするために、こういうふうにプリントしてくださいね。で、本当にブレイクをしますと。はい、ここで、このですね、if 文が引っかかると、ブレイクですね、発動して、この for 文全体を抜ける形の処理になります。はい、ということで、ここまで試してみましょう。はい、このような感じですね。あ、もう1回目でこれ6が出てしまっているので、私の場合もそれ以降処理されずにですね、1回目で処理中断されてブレイクという形になっていますね。何回もやってみましょう。お、6。はい。あ、これ5回目までですね。はい、このような形で、実際ですね、やっていただくと分かると思いますが、このブレイクが実行された以降、この for文が実行されていませんよね。はい、そこが分かっていただければ、ブレイクのですね、理解自体は十分かと思います。はい、ということで、続いてですね、コンティニュー文いきたいと思います。コンティニュー、こっちの方が難しいですかね。コンティニュー文はですね、コンティニューと書かれた以降の処理をスキップして、次の繰り返しの処理に移るということをしてくれますと。ブレイク文ですね、その時点で中断して、for 文とか、for while 文を抜けてしまうのに対して、コンティニュー文はですね、処理せずにですね、次の繰り返しに移るという形ですね、スキップという形をとっています。コンティニュー文ですね、ブレイク文同様に、ある条件で使用するということが大半なので、 if 文とですね、併用されることがほとんどかと思います。はい、ということで、やってみたいと思いますが、こちらですね、1から19まで3の倍数をコンソールに出力するためのプログラムです。まあ、先ほど書いたとほとんど一緒ですが、やっていきましょう。 while、はい、ですね、20未満で、はい、プラスイコール1 if if、はいですね、3の倍数出ないときだ、そうです、すみません、出ないときです。はい、出ないとき continue と、そうでないときには、はい、は3の倍数ですと。はい、このようにですねして、やってみましょう。はい、そうしますとこうですね。はい、ブレイクの下を見ていただくと、ちゃんと3、6、9、12、15、18という形で、1から19までの3の倍数のみを出力する処理になっています。もう一度ですね、これ確認しますと、まずですね、バー i イコール0ということで、変数 i が定義されていて、for 文ですね、20未満
なので、まあ、実質19、i が19までこれ実行される形になります。で、i ですね、最初にこれもうプラス1されますので、ここ、1になりますね。で、次、if 文のところが、評価される形になりますけれども、今1なので、ここ実行されます。されますので、ここ continue が実行される形になります。この continue が実行されますと、これ以降ですね。なので、まあ、具体的にはここ、まあ、括弧を特に入れなければ、ここですね。ここの処理がスキップされるので、まあ、この時点、continue が実行された時点で、処理自体がここに戻るという形ですね。で、今、i イコール1ですので、まだここ、while true になっていますから、この中身が実行されて、今度は i が2になります。2の時もですね、ここ実行されて同じですね、末路をたどります。ということで、またここに戻ります。はい、次、i が3になります。3になると、ここ、i%3 っていうのは0になりますから、これ、if 文の中身のある continue が初めて実行されない形になります。そうすると、そもそもですね、この、if 文の中身、今ですね、適合していませんので、実行されません。ということで、下のですね、40行目であるここが実行されて、また上に戻るというような処理になっています。まあ、少々ですね、わかりにくいところはあると思いますが、ご自身で、この、中身ですね、この解説の中身と照らし合わせて、しっかりとですね、中どういう処理になっているのかということを押さえておくようにしてください。はい、ということでですね、ここから練習問題を移っていきたいと思います。練習問題ですね、ポイントは、適宜ですね、必要な変数とか定数とかはご自身で宣言して使ってください。それからサイコロを振るときですね、int、ランダム、こういった形ですね、1から6というものを使っていただけるといいかなと思います。最後ですね、コイン振るんですが、まあ、これ普通に1から2としていただいてもいいですし、あるいはですね、ブールランダムといったものも、これ、トゥルーかフォルスかを、乱数としてですね、返してくれるという、メソッドになってますね。こっちか、これのランダムインの1.2を使うようにしてください。コインの問題ですね。はい、サイコロの時はこちらで大丈夫です。はい、ということで、ちょっと問題も難しい、問題文がですね、ちょっとややこしいところもありますので、まあ、一つ一つですね、じっくりやっていただければと思います。はい、まずですね、1問目、まず問題読み上げたいと思います。はい、このような形ですね。はい、1回のですね、処理でサイコロ2つ振ります。2つのサイコロの目が同じですね、ゾロ目になるまで繰り返しの処理を実施してください。はい、またですね、その時までに振った回数とサイコロの目の値をコンソールに出力してください。サイコロはですね、1から6までの目を持ち、ランダムに目が出現するとします。ブレイクボーンですね、うまく使ってやってください。はい、それから2問目ですね、10回サイコロを振ります。サイコロの目が、次の時、以下のような出力となるようにプログラムを組んでください。よいしょ。よいしょ。はい。ということで、ケース1ですね。サイコロの目が6でないとき、これどうなるかというと、サイコロを振ります。サイコロの目は何々でした。6が出なかったのは何々回目ですという形ですね。ケース2、サイコロの目が6のとき、サイコロを振ります。サイコロの目の値は6でした。という形で、こういったですね、出力に分けてなるように、プログラムを組んでみてください。このモデルですね、continue 文をうまく使ってください。ポイントはですね、ここ、1行目、2行目ですね。はい。ここの、処理が実は同じですよねということに着目をして、continue 文をうまく使っていただければと思います。はい、3問目です。1ゲーム100回コインを投げるゲームを想定します。表が出た回数が51回以上なら、プレイヤーの勝ちとします。まあ、あなたの勝ちですね。で、1000回ゲームですね。1000ゲーム実施した時のプレイヤーの勝利回数を出力してください。これもですね、ブレイク文をうまく使って、処理をですね、最適化してくださいという問題です。はい、ここまでですね、3問。ありますが、ご自身ですね、独力ですね、やりたい場合は、ここで一旦動画を止めていただいて、じっくりとですね、実施していただければと思います。はい、そうでない方はですね、一緒にやっていきたいと思います。はい、ということでですね、早速ですね、やっていきたいと思います。まず1問目のですね、回答例ですね、1回の処理でサイコロ2つ振ることを想定しますということなので、まあ、とりあえずですね、投げた回数を最後出さなきゃいけないので、これですね。
で、一回の最後、そうですね、ゾロ目になるまで繰り返すということなので、この場合はホワイルトゥルーとしておきますかね。条件が当てはまっている間ずっと繰り返しをしますが、こういうふうにですね、トゥルーとしますと無限にですね、ループをします。ここで注意していただきたいのは、こういうふうにトゥルーと書いてしまって適当にですね、実行してしまうと本当に無限ループですね、ずっと、コンピューターの処理が終了しない形になりますので、ちゃんと終了条件を書いた上で、実行をするようにしてください。はい、ということでまずですね、1回目ということなので、カウントプラスイコール1しておきましょう。で、レッドバリューで、サイコロの1個目のですね、目の値をここで求めたいと思います。ランダムイン6と、はいですね。で、この時ですね、2個目振るんですが、まあ別にバリュー2みたいなものを定義してもいいですが、まあ2個振るということで、バリューコールイコールインとランダムイン、こういうふうにしても同じですね。2回目のですね、乱数というのが、このですね、79行目のバリューと一緒だったらというふうにしても一緒ですね。はい、ということで、こういうふうにしたいと思います。バリュー。はい、こんな感じですね。はい、こういうふうにすれば、題を満たしますということで、これが回答例、1番の回答例になります。はい、ここでですね、実行してみたいと思います。はい、これですね、2回振って、ゾロ目の値44が出たよということをこれで、理解することができます。はい、ということで、2問目いきたいと思います。2問目ですね、10回サイコロ振ってサイコロの目が、次の時にですね、出力のあるようにプログラムを組んでくださいと。ケース16でない時はサイコロを振ります。サイコロの目は、何年でした。6が出なかったのは何回目です。6の時サイコロを振ります。サイコロの目は6でしたというふうにしますということですね。はい、まあ、ちょっとシチュエーションが特殊というかですね、まあ、無理やり問題を作っているところもあるので、まあ、何の役に立つのかと言われると非常に苦しいところであるんですが、まあ、とりあえずですね、題を満たすものを作ってくださいということで、先ほど、作ったですね、カウントを使っていきます。流用していきますということで、ここ特にバーとか必要なわけですね。カウント0にリセットしておきます。4、はい、省略形のやつですね、特にですね、ここの、定数を使わないので、アンダーバーで指定しています。プリントこれを振ります。はい、で、レッドバリューですね。あれ、こっちかよいしょ、こっちですね。レッドバリューもう一回作りますね。イントランダムイン6と、はい、で、プリントの目の値はここまで共通の処理ですね。バリューでしたと。で、ここからですね、 if バリューコールイコール6であれば、コンティニューですね。はい。で、そうじゃないときは、カウント、1回カウントしておいて、プリント。こうですね。僕が出なかったのは、まあ、このような形ですかね。はい、こういうふうにすることで、6が出たときですね、ここスキップされて上に戻りますということで、1から10なんで、10回振るうち、まあ、6が出なかったのが何回かというのがこれですね、分かるようになりますね。よいしょ、はい、まあ、こんな形ですね。ちょっと分かりにくいですが、こういうふうに出力されています。はい、で、6が出なかったの3回目ですと、まあ、こんな形ですね、情報を知ることができるというものを作ることができました。はい、よくですね、この2番目の問題、ここの部分と、それからこの回答のですね、部分と、あとこの下の実行の結果出てきたものですね、よく見比べてですね、ご自身で、納得をするようにしてください。はい、最後の問題ですね。最後の問題、1ゲーム100回コインを投げるゲームを想定しますと。
で51回以上ならプレイヤーの勝ちとして1000ゲーム実施した時のプレイヤーの処理回数ということですね。はい、これ普通に組むとですね結構時間がかかる処理になるんですが、ブレイクうまく使ってやると、パッとですね終わる形になったりします。はい、ここからですね3番の回答をやっていきたいと思いますが、まずですね先ほど作ったカウントをまた流用します。処理回数をですね、カウントするためのものとして、使いたいと思います。で for ですね、ここが1000回ゲームをやるところですね。これを想定したものになっています。で、表か裏か、コインの表か裏かっていうのをですね、計算しないといけないので、まあ、表の数が分かってればいいですよねということで、フロントというものを作っておきますと。はい、で、ここからゲームを実施していきますが、for ですね、またアンダーバーです。で、100回コインを投げますので、このような形ですね。はい、このような形で、で、if ここちょっとブール使ってみましょうかね。ランダム、表が出た時を、true と対応させようと思うと、まあ、これですねブールって、true か false しかないので、true が出た時表だと思って処理を書いていきます。はい、この時ですねフロント表の回数を1回追加しておきます。でこの時ですねゲームの中で、51回以上、コインですね表が出たらプレイヤーの勝ち条件ですので、ここですねそれ以降ですね処理をしないような工夫をしていきたいと思います。フロント、これがですね50より大きい時ってもういいですよね、勝利としてカウントしているのでカウントをプラス1してブレイクというふうにしますと、それ以降ですねコインを投げずに処理が確定するという処理をここで実現することができます。はい、ここでポイントなんですが、ここのブレイクが何に作用するかというと、ここのフォーブに対して作用します。ですがですねここのフォーブに対しては作用しません。はい、ここだけ気をつけてください。はい、ネストした場合ですねこのフォーブの中に入っている時間のですねブレイクだけなってくるですね、まあ、ブレイクが書いてある法文の該当するところだけ、作用する形になりますので、今この場合ですねこの中の法文にしか、このブレイクというのは作用しません。両方とも抜けるということはないので、そこだけ注意をしてください。はい、ということでやってみましょう。はい、この形でね処理をしてますね。まだ出ないから、あ、ごめんなさい、これ勝利回数書いてないですね。プリント回数は、はい、こんな形ですかね。よいしょ、はい、はい、この形で457回勝利しました。はい、どうでしたでしょうか。良いと思われた方はですね、ぜひグッドボタンお願いいたします。それからチャンネル登録いただきますとですね、私がですね、動画を更新した時にお知らせいきますので、ぜひですね、登録していただければと思います。はい、ということで今日ですねブレイクブントコンティニューやってきましたが、いかがでしたでしょうか。実際ですね、まあ、使いこなすようになるまでには少し時間が必要かもしれませんが、使った時にどういった処理になるのかというところは必ず押さえておくようにしてください。はい、ということで今回以上となります。お疲れ様でした。またお会いしましょう。